いいたします。どうぞ。はい、NHK の高橋です、はい、イスラム国関連で72時間の期限と見られていた一国がすでに過ぎたわけですけれども、現時点で、ね、イスラム国側から接触はありません。72時間というのは相手側が、まあ、表明の中で、声明の中で表明したことであります。まあ、政府としては依然として厳しい、状況でありますけれども、2人の邦人のですね、解放に向けて、あらゆる努力をですね、関係者の中にですね、協力要請をして今全力で取り組んでいる。そこに全く変わりありません。そうしますと2人の安否は確認できていないんですか。厳しい状況にありますけれども、まあ、政府としてはですね、さまざまな情報にこれ接していることも事実でありますので、まあ、そういう中で、2人の早期解放に求めて、まあ、政府としてはもう全力で、関係、各国やさまざまな団体の方に協力要請をしていると、そういうことです。はい、TBS番です。関連になります。72時間が過ぎたということで、これ政府としては何か状況に変化があった、もしくは状況が厳しくなった、そういうふうにお考えですか。もともとこの時間は相手側が発表されたことですから、まあ、政府としてはやはり邦人の一日も早いですね、解放のためにやるべきことはしっかりやろうと、そういう思いの中で今全力で取り組んでいるという状況です。ちょうど午前中からですね、厳しい状況という言葉を使われてますけれども、これは何をもって厳しいというそこはような形で動画されて、動画がですね示されたわけですから、そういう状況には変わりはない、厳しい状況であることは変わりはないけれども、さまざまな情報に接する中でですね、政府として2人の解放に向けて関係のところに協力要請をですね、今お願いをし続けているというところです。共同通信機関、先ほど国家安全保障会議が開かれたと思うんですが、この中では今後の最初の方針にどのように話し合われたんでしょうか。まあ、中東ですね、まあ、総理訪問しましたので、中東やその今のシリア問題、そうしたことについてですね、まあ、議論を行ったということです。その中でこう今後の、まあ、取り組む方針など、総理からの発言、どのようなものだったんでしょうか。その内容としては差し控えたいと思います。ジャパンタイムズの記者ですが、72時間の期限ですが、これに関してはイスラム国側からですね、延長するなりですね、まだ考えてみない、その期限が過ぎたことに関して何かメッセージがあるんでしょうか。特別ありません。はい、ニコニコの穴尾です。よろしくお願いします。安否が確認できていないという前提での質問なんですけれども、まあ、イスラム国はですね、身代金要求で期限を設けてきたというケースはこれまで公には確認されていないと思います。そもそもですね、72時間というこちらが、まあ、独自に調査が困難な、まあ、時間でですね、交渉を持ちかけてきたわけですが、にもかかわらずそのお二人の安否をこちらに伝えてこないというのであればですね、交渉する考えがないか、あるいは現時点によってお二人の安否を日本に対して示すことができない状況にあるということも考えられますが、この点についてはどうか。まあ、政府としてはですね、相手側がそういう形で72日間というですね、期間を、まあ、期限を示したわけであります。まあ、そういうその意図だとかですね、背景についてはこれさまざまな分析をしてますけれども、まあ、事柄の政策上そのコメントすることは今回控えたいと。ただそういう中にあって、まあ、厳しい環境の中にあってもですね、やはり邦人2人のですね、祖国のその解放に向けて、関係する可能性のあるありとあらゆる国々や、あるいは部族長や宗教団体、
の代表者の皆さん、そうした方に協力要請をし続けているという状況であります。ロイターの梅川といいます。今回のような人質事件が発生した場合にですね、集団的自衛権の関連法案の枠組みの中で自衛隊を実際に派遣できるかどうかについて政府として具体的な検討を始めたというような事実はありますでしょうか。全くそのようなことはありません。はい、それに関連してなんですけれども、ロイターのメーカーです。それに関する想定問答集などを作成しているということもありませんでしょうか。全くありません。国安法制とは変わらない、全く関係がないというふうにも考えています。はい、時事通信の近藤です。関連ですが、新たにイスラム国がカウントダウンが始まったなどとするメッセージを出したという一部報道があるんですけれども、これについて政府として把握はされていらっしゃいますか。さまざまなこういう情報がありますから、それについて分析はしておりますけれども、内容についてですね、そこは事柄の成果を控えたいというふうに思います。政府としてやるべきことはですね、やはり邦人2人を一刻も早く解放するためにですね、関係あるところに関係国はじめにですね、協力要請をし続けて、ありとあらゆるルートを通じて今全力で取り組んでいるという状況であります。はい、フリーランスのあずみです。22日に米国の国務省のサキ報道官が身代金支払いが危険だと表明して、それを非公式に日本側に伝えたというふうな報道がありました。アメリカ側の意向についてどういうふうに考えますか。そこは全く私は承知してません。アメリカ側からそういうことがあったということは全く承知してません。日本の立場は私がこのですね、ことで動画に私どもが見てからですね、そこの日本の考え方は全く変わってないということであります。まさに邦人2人の早期解放と同時に、テロには屈しないというですね、そこの我が国の立場はですね、厳しい状況の中であっても人質の早期解放に向けて全力で取り組んで、それと同時にテロに屈することなく国際社会によるテロへの取り組みに貢献していくという、そのことについては全く変わっていません。はい、会場の佐藤です。関連で先ほども困ったんですけれども、期限をイスラム国側が過ぎるケースがこれまで、なかったとされているんですけれども、この先の拘束が長くなるような長期化のケースも見据えて対応するんですか。先ほど来申し上げてますけれども、72時間という期限を、示されてますから、そういう中にあってですね、どういう意図あるいは犯行の背景と、これは相手側がですね、そうしたことについて、分析はしておりますけれども、事柄の性質上ここで、答えることは控えたいというふうに思いますし、やはり最優先すべきは2人の解放について、ありとあらゆる全力を挙げてですね、政府としては今関係国さまざまな関係者に協力を要請をしているというところです。はい、北海道新聞佐藤、別件です。26日に通常国会が開会されます。安倍総理は改革断行国会というふうになっていて、政界との関連に意欲を示しているんですが、一方その民主党は新しい体制で対決姿勢を示していきたいという、維新側からはその改革は後押しするような発言もあって、与党との付き合い方がポイントになるかなと思うんですが、どのような国会を期待されたのか。現時点においてですね、
まさに今現実問題として、この法人が拘束されてますので、まあ、そこについて政府は、まあ、全力を挙げてですね、まあ解放に向けて取り組んであると、そういう中で今度26日から、まあ、国会が始まるわけでありますけれども、先の衆議院解散総選挙の際にですね、アベノミクス解散という形の中で、選挙を断行して国民の皆さんから支持をいただきましたので、やはり経済最優先で、この国会をですね、に臨んでいきたいというふうに思ってますし、そしてこの改革断行、まさに日本にとって極めて大事なことでありますから、そうしたことの法案ですね、また安保法制も含めて、まあ、選挙戦で約束したことについてですね、国民の皆さんの期待に応えるべく法案成立に向けて取り組んでいきたい、まあ、そういう中で、ご協力をいただける政党があれば、そこは当然ですね、説明をしながら協力いただきたい、こういうふうに思っています。はい、ジャパンタイムズの選手で、麻生事件もお聞きなんですが、ちょっとうちの社は直接確認したって恐縮なんですが、麻生財務大臣がですね、今朝の9時頃の会見で、テロリストの要求の目はテロリストの要求に屈するのと同じことと言われたのと、まずこととですね、まあ、仮に申し受けを支払うなら政府の予備資金を使うのかという質問に関しては、テロに屈する予定がないと言われたというのが報じられていまして、これつなぎ合わせると、すでに身代金払うつもりはないというふうにも捉えられるんですけど、これはどういう心理ですか？それは考えすぎじゃないですかね。ただ政府の立場は何回となく申し上げてますけれども、この厳しい状況の中にあって、やはり人質の早期解放、それに今、最大限努力をしているわけでありますし、日本としてはテロに屈することなく、国際社会によるテロへの取り組みに貢献していくという立場には全く変わらないということです。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。